ダラス・フォートワース・ダラス・フォートワース複合都市圏、正式名称、ダラス・フォートワース・アーリントン大都市統計地域は、アメリカ合衆国テキサス州北部の都市圏。全米第9の都市である同州ダラス市に軍庁を置く、ダラス軍、および、フォートワース市に軍庁を置く、タラント軍の両軍を中心に11軍にまたがり、その面積は22000平方キロメートルを超え、北関東4県を合わせた面積に、 ほぼ相当する。人口は636万6542人で、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴの各都市圏に次いで全米第4という規模である。この都市圏に、シャーマン・デニソン都市圏、及び周辺の7つの小都市圏を加えた広域都市圏は19軍にまたがり、その面積は約4万平方キロメートル、 人口は680万7747人を数える。メトロプレックスという語はメトロポリスとコンプレックスのカバン語で北テキサス理事会と共同していた3つの広告代理店のうちの一つでダラスに本社を置くトレイシーロック社で副社長を務めていたハーブチャップマンがこの地域のマーケティング戦略の一環として作ったものである。 NTC は1972年2月に北テキサスというありふれた、しかし州外では認知されづらい名称に変わって、このメトロプレックスという語を用いたサウスウェストメトロプレックスという語に著作権を登録した。事実、NTC が州外の大手企業役員を対象として行った調査ではダラス・フォートワースが 北テキサスの一部であると回答した者はわずか38%にとどまった一方で28%が州の北端にあたる北西部のパンハンドル地域等を指すと回答しまた34%はどこを指すのかわからないと回答した渦はテキサス州におけるダラスフォードワース広域都市圏の位置を示しているこの広域都市圏に含まれる都市圏及び 小都市圏はそれぞれ、夏季の色で示されている。なお、夏季の都市圏及び、小都市圏のうち、デュラント小都市圏のみは、オクラホマ州にある。ダラスフォートワース複合都市圏、広域都市圏を形成する、各群と、その人口及び面積は、以下の通りである。以下に、ダラスフォートワース複合都市圏における1950年から2010年までの、 人口推移を表及びグラフで示す。なお、1950年から1970年までは、ダラス都市圏とフォートワース都市圏は別個の都市圏として定義されていた。そのため、下表においては、1950年から1970年までの行については、人口欄の左列に、ダラス都市圏の、また右列に、 フォートワース都市圏の人口をそれぞれ示す。また、グラフについては、それぞれ下記の色にて示す。その名が示す通り、ダラス・フォートワース複合都市圏の中心となっている都市はダラス及びフォートワースである。漁師のちょうど中間に位置するアーリントンは、都市の性質としては、漁師の郊外都市であるものの、人口規模が大きく、都市圏におけるスポーツイベントや観光、 製造業の中心となっていることから、都市圏の正式名称が示すように、第三の中心都市とみなされることもある。都市圏内のそれら以外の都市は、小規模な中心市街地を有し、都市圏における重要な雇用種である企業が本社を置いているところもあるものの、むね郊外型の住宅地が広がっており、ベッドタウンとみなされている。 知名度の低い郊外都市の数があまりにも多いため、都市圏内の住民は自らの居住地を南北の幹線で、都市圏内では東西に分かれてダラス及びび、フォートワースのそれぞれを通る I-35 になぞらえて、ダラス側、フォートワース側、もしくはアーリントン地域と呼ぶことがある。この場合のアーリントン地域とは、 通常は、ダラスフォートワース国際空港のすぐ南、おおむね i-20 と i-30 の間を指す。ダラスフォートワース複合都市圏内の都市のうち、人口10万人以上の都市を可表に示す。なお、以下に挙げる都市はすべて、テキサス州内にある。ダラスフォートワース複合都市圏の大部分はプレーリーに位置し、少しだけ起伏はあるもののおおむね平坦で、森林の中に、 大小の川をせき止めて作られた人造湖が点在する。都市圏の東半分は、メキシコ湾岸平原のブラックランドプレーリーにかかっており、その名が示す通り、ダラス軍をはじめ、エリス、カウフマン、コリン、ハント、ロックウォール各軍の農村部には、肥沃な黒土が分布している。一方、都市圏の西半分、タラント軍をはじめ、サマーベル、ジョンソン、 デントン、パーカー、フット、ワイズの核軍はグランドプレイリーにかかっている。クロスティンバーズやフォートワースプレイリーとも呼ばれるこの地帯の土壌はブラックランドプレイリーほど肥沃ではなくより南岸質である。そのためこの地帯の農村部はその大部分が牧場となっている。またこの地帯の地下にはバーネット結岸層が広がっており大規模なシェールガス田となっている。 タラント、デントン、ワイズ各郡には多数の天然ガスイが掘られ創業している。また、この地帯では土地利用が変化し続けたため住宅地や商業地に囲まれて農地が点在する形になっている。ダラスフォードワースの南には州中央部のテキサスヒルカントリーに似た起伏に富んだ丘陵地帯が南北 24km ほどにわたって広がっている。 ダラスフォートワース複合都市圏の気候は、やや乾燥して暑い夏と、温暖な冬に特徴づけられる。最も暑い8月の最高気温の平均は、摂氏35度を超え、最低気温の平均は、約摂氏24度、平均気温は、約摂氏30度である。最も寒い1月の平均気温は、約摂氏8度、最低気温は、月の約1、3が、 氷点下に下がるものの平均は摂氏2度ほどであり、日中は摂氏14度程度まで上がる。降水量は春から初夏の3月から6月にかけて、及び周期の10月には多く、月間80から120ミリメートル程度、その他の月は月間50から70ミリメートル程度である。年間降水量は900ミリメートル強である。 当期の降雪は稀である。欠片の気候区分では、ダラス・フォートワース複合都市圏は南部に広く分布する、温暖湿潤気候に属する。20世紀後期に白人保守層が共和党支持に転向して以来、ダラス・フォートワース複合都市圏では、大統領選挙を含むすべての選挙において、共和党が強い勢力を持っている。ダラスやフォートワースをはじめ、アーリントンや、 グランドプレイリーといった都市部では民主党が強いものの、ダラス市北部やフォートワース市西部、都市圏内の郊外都市及び農村部では圧倒的に共和党が強く、全体としては共和党優勢となっている。アメリカン航空及びその親会社であるアムールコーポレーションの本社、ダラスフォートワース複合都市圏は全米で、そして世界でも有数の経済の中心地である。 2016年、この都市圏の実質域内総生産は5000億ドルを超え、全米4位、全世界でも17位という規模であった。2017年には、ダラス・フォートワース複合都市圏には、フォーチュン500に入る、企業22社が本社を置き、これは、ヒューストン都市圏の20社を上回って、テキサス州最多、全米でもニューヨーク都市圏の63社、 シカゴ都市圏の34社に次いで3番目に多い数であった。ダラスフォートワース複合都市圏の地域経済は銀行業、商業、電気通信業、ハイテク産業、エネルギー産業、医療、保険産業、及び運輸、ロジスティクス産業によって主に支えられている。特にハイテク産業の集積はシリコンプレーリーとして知られている。また、 ダラスフォートワース複合都市圏の住宅価格は、スタンダードプアーズが毎月公表している S&P ケースシラー住宅価格指数の20、大都市圏指数の算出に使われている。ダラスフォートワース国際空港ダラスフォートワース複合、都市圏の第一空港は、ダラスフォートワース領市の中間に立地する、ダラスフォートワース国際空港である。同空港は1974年に、 それまで使われていたが手狭になった、ダラスのラブフィールド空港、及び、フォートアースのグレーターサウスウェスト空港に代わる、複合都市圏の統一空港として開港した。同空港は17,207エーカーの敷地に7本の滑走路を有し、その広さは、マンハッタン島よりも広く、全米の空港の中でもデンバー国際空港に次ぐ。 同空港はその隣に本社を置くアメリカン航空最大のハブ空港であり、同社やワンワールド加盟航空会社の便を中心に国内外200都市以上からの直行便が就航し、発着便数、利用客数ともに全米4位である。ダラスラブフィールド空港はその隣に本社を置くサウスウェスト航空のハブ空港として使われている。ダラスフォートワース複合都市圏内の 鉄道路線図ダラスフォートワース複合都市圏では、i-20、i-30、i-35、及び i-45 の4本の、週間高速道路が交わる。i-35 は、複合都市圏内で東西に分かれ、i-35e は、ダラスを、i-35w は、フォートワースをそれぞれ通る。これらの高速道路や、 その支線である、i-345、i-635、i-820、また高速道路規格になっている国道及び修道を合わせて、複合都市圏内には大規模な高速道路網が構築されている。これらの高速道路の一部には、相乗り促進のために、規定人数以上を乗せた車両のみ、通行可能な位置置をレーンも設けられている。 ダラスのユニオン駅及びホートワースの複合交通センターの駅にはシカゴとサンアントニオを結ぶアムトラックの長距離列車テキサスイーグル号が停車する。またホートワースの駅はオクラホマシティへと向かう中距離列車ハートランドフライヤー号の南の起点、終点ともなっている。ダラス高速運輸行車はダラスを中心に4本のライトレール路線を運行している。 そのうちの一本、オレンジラインは、ダラス・フォートワース国際空港へと向かい、空港連絡鉄道としての役割を果たしている。加えて、都市圏内では、ダラスとフォートワースを結ぶトリニティレールウェイエクスプレスや、デントンとキャロールトンを結ぶ、エイトレインといった通勤列車も運行されている。テキサス州は6つの州立大学システムを抱えているが、 そのうちの3つが、ダラス・フォート・アース複合都市圏にキャンパスを置いている。テキサス大学システムは、アーリントン校、及びリチャードソンに、ダラス校を置いている。テキサス A&M 大学システムは、複合都市圏の北東端、ハント群に、コマース校を置いている。北テキサス大学システムはデントンに本校を、また、ダラス市南部に、ダラス校をそれぞれ置いている。このほか。 6つの州立大学システムのいずれにも属さない州公立の独立校としてデントンにテキサス女子大学が立地している。私立大学では US ニューズワールドレポート誌の大学ランキングで全米100位以内に入る南メソジスト大学及びテキサスクリスチャン大学が総壁をなす。南メソジスト大学はダラス市北部に囲まれた。 ユニバーシティパーク市に、またテキサス・クリスチャン大学は、フォートワース市南西部に、それぞれキャンパスを構えている。この他著名な私立大学としては、アービングのダラス大学、ダラス・バプテスト大学、フォートワースのテキサス・ウェズリアン大学等が挙げられる。ステートフェア・オブ・テキサス全米最大のステートフェア、ステート、フェア・オブ・テキサスは、ダラスのダウンタウンの東に立地する、フェア・パークで行われる。 このイベントは9月の最終金曜日から24日間にわたって行われ、会期中の来場者数は毎年300万人前後に上る。ダラス・フォートワース複合都市圏内には大小様々な美術館や博物館が立地するが、とりわけ、フォートワースのダウンタウンの西、テキサス・クリスチャン大学の北に広がる文化地区には、エーモン・カーター・アメリカ美術館、フォートワース近代美術館、 フォートアース科学歴史博物館、国立カウガール博物館、伝道等、多数の美術館、博物館が集中している。また、文化地区の南には、フォートアース植物園が立地し、その敷地内には、日本庭園もある。AT&T、スタジアムダラスフォートアース複合都市圏は北米4、大プロスポーツリーグのすべてがチームを置く。 全米12の都市圏のうちの一つである。このうち MLB のテキサスレンジャーズと NFL のダラスカウボーイズの本拠地はアーリントンにあり、前者はグローブライフパークインアーリントンを、後者は AT&T スタジアムをそれぞれホームとしている。また AT&T スタジアムは2014年シーズンから始まったカレージフットボールプレーオフにおいて、 六大ボールゲームのうちの一つであるコットンボールの会場ともなっている。一方、NBA のダラスマーベリックスと NHL のダラススターズは共にダラスのダウンタウンの北に立地するアメリカンエアラインズセンターを本拠地としている。この他、MLS の FC ダラスはフリスコにあるトヨタスタジアムを、またワンバのダラスウィングズはテキサス大学アーリントン校のカレッジパークセンターを それぞれ本拠地としている。また、ダラス・フォートワース複合都市圏内には NCWA ディビジョン I のカンファレンス3つが本部を置いている。ビッグ12カンファレンスおよびカンファレンス USA の本部はアービングに、またサウスランドカンファレンスの本部はフリスコにそれぞれ置かれている。ダラスとフォートワースはそれぞれダラスモーニングニュース及び フォートワーススターテレグラムという地元新聞紙を持っている。当初は漁師ともそれぞれの軍内で読まれるにとどまっていたが、都市圏の発展とともに高読地域も広がり、現在では漁師ともに複合都市圏内で広く読まれている。また、ダラスフォートワース複合都市圏には ABC、CBS、NBC の三大ネットワークすべてに加えて、 FOX および PBS も含めた主要なネットワークが四局を置いている。ABC 系列の WAFA、FOX 系列の KDFW および PBS 系列のケラはダラスに、また CBS 系列の KTVT および NBC 系列のクキサスはフォートアースに、それぞれ四局を置いている。ありがとうございます。